皆さんおはようございます。小野坂雅也のニューエム TV 始まりますよ。ゲームやろうぜゲーム小野坂さん、ゲームやろうぜ。ゲームやります。今日は何やるんですか。今日はですね、はい、あの近々やる、レイドミッションアイアンホフス、やることになったじゃないですか、はい、あれに向けての装備を集める、なるほど、ことをやりたいんですが、小野さん、はい、何か欲しい装備ありますか。まあ、基本的にほぼもう全部揃ってるんですけど、アイアンホース用の装備はもう大体もう大体ありますけど、まあなんかそのちょっと欠けてる、ここもうちょっと数値高かったらいいんじゃないかみたいな、さらにね、上をさらに上に行ける装備があったらいいかなと思うんですよね、はい、ということで、じゃあ今日はそれを取りに行きましょう、なるほど、わかりました。しかし小西さん、今日は2人ではないです、はい、おなんもしかして福井さんが、いや福井さんはもうランコちゃんが来る、忙しくてもう全然ダメ、ジョン・ビーさんが、ジョン・ビーさんが来てくれたら本当に嬉しい違います、ラムネおじさん。おー、ラムネおじさん、僕らのクランにね、入っている、まあ地味にやってるラムネおじさんラムネおじさんがもうね、小西さん、はい、バカにできませんよ。何ですか。相当装備揃ってきてるらしいです。え、すごいじゃないですか。もうヒロイクなんか一人で行けますわ、すごいですね。ヒロイクも行けるんですわ。あー、なるほど。じゃあレジェンダリー行っちゃいますか。そうしましょう結局、まあまあヒロイクまでは僕たち一人や二人でできますけども、この上に一番いい装備が出るレジェンダリーっていうね、そうなんですよ、難度があるんですけども、はい、ここは一人で行ったら立ち向かうこともできず、俺と小西くん二人で行ってようやく勝てるようになったと、それまではもう小西くん二人で行った時もできるかって言って機嫌が悪くなって切れるっていうね何回もありました。どんだけ YouTube でね、いろんな動画見て、小野坂さんこれやってみよう、あれやってみようって言って、いろんな試行錯誤してね、ようやくよね、ようやく行けましたよね。ようやくですよ。しかも逃げながらだから、逃げながらようやく勝てる。ずるいことしなきゃ勝てないこともあるのよ。そうなのよね。そう、立ち向かっちゃダメな時もあるの。立ち向かっちゃダメな壁もある。あるの。だそれがやっと分かったレジェンダリー。はい。そこに今日は自信満々のラムネおじさんを。ちょっと一緒にやったことがないから。ないからね。どんなプレイスタイルなのか気になるところですよね。どんな風な立ち回りするのかもね、見てみたいな。そうですね。はい。ね。今日は楽しみです。ユンユンユンユーチューバーニャン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 ヤング TV レジェンダリーいきます。さあ、じゃあ小西くんやっていきますよ。はい、はい、まずはラムネおじさんを呼ぶところからですね。そうですね。ちょっと今 DC に移動中でございます。何やってんねんラムネおじさんはちょ、もうそんなに怒っちゃダメよ。あ、そうか、ジョン B さん、そう、ジョン B さん見習おう。招待が届きました。招待しました。はい、はい、小西くん、あ、ごめんなさい、いつものダメダメ。さあ今日は、はい、じゃあレジェンダリー3カ所ありますけど、はい、どこ行きましょうか。進行で見るとですね、はい、今週クリアすると赤武器をもらえるところが1カ所あるんですよ、はい、あ、どこでしょう。それがですね、キャピトル、キャピトルヒルですか。キャピトルヒルレジェンダリー、ウィークリーレジェンダリーミッション、キャピトルヒルですね、はい、キャピトルヒルに行きましょう。はい、これもキャピトルヒルなのかキャピトルビルなのかが分かる。ここキャピトルビルなのに ね、こっちはキャピトルヒルなんですけど、それ言うたらキャピトルヒルな、あのね、丘なんですよ。丘ですよね、多分ね。ビルはないんです、ここに。こっち、うん、で、ここ登っていきます。ここ行きますよ。これまず、奥に入ると敵が強くて殺されてしまうので、遠くから敵を倒します。行きますよ。はい、行きましょうラムネさん、どこでカバーしてもらえばいいかな。ラムネさん、もうこの辺りがいいと思います。この辺りが、これね、もうはっきり言って僕すぐ死にます、これ。余裕で OK、 行きました。 OK、 よっしゃ。じゃあこれしくお願いします。はい、敵出しますよ。はい、隠れてくださいね。これから黄色いカチカチ板いっぱい来るからね。ああ、死ぬ死ぬ死ぬ。ああ、なんか詰まってる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 。俺は死をも恐れない。犬2匹。俺は死をも恐れない。これはマジで参った死ぬ。参った死ぬ。俺ちょっとワンチャン頑張れんじゃないか、ここで。犬が全然。うわ、痛い痛い。死ぬ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 。
いやいやいや、もう動けない、もうこっから動けない、俺はもうこっから動けない。どこにいてんの、どこにいてんの。あー、そこか。ほな、前行きますわ。今狙ってるんで、大阪さんいつものポジションで。はい、OK。 で、これラムネオンさん、ここ、はい、次のバトルが始まるんですけど、はい、こう前に行くと、はい、敵がいっぱい出てきます。ほう。なので、前に詰めると危ないです。行きますね。 OK。 キャー、助けてー。怖っ。めちゃくちゃ怖いな。あとはね、無茶する。思い切って無茶するよ、これは。あー、俺は泥棒壊れたからもう丸裸や。何しとんねん。ラムのおじさん起こしてあげて。わしがもう何もできへん。この坂さんのところに行けそうです。OK。上まで来れるの？上まで行きそうです。朝の階段の下。あー！何殺されとんねん。すいません。痛い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 。やばい。危ない。うわっ、なんかに狙撃された。おお、あかんさんも楽しいです。あかん、俺ここで死んでるわ。紫、頭出さねえし。エージェント生体反応ゼロです。4人か。この隙に俺を起こしに来る。どこにいてんの。あの真ん中、ここここここ、この下。あ、そこ無理やろ。そこは無理やろ。ラム G は？ラム G は、ラム G はカバーできへんとこやから、ラム G やばいと思うよ。小野坂さんの真下あたりだから、小野坂さんが頑張って敵あと4倒して、死なんといてほしいね。7だから、7、3人いないときついんですよ。じゃあ早く起こしてくださいって。だからなんで死ぬねん。だから仲寄せなあかんで。降りてきた、あと1人やな。気をつけて、まずラブネオさん。うわ、そこ怖いね。絶妙すぎて。もうちょい危なかったらもう捨てて逃げる。山坂さん、また上にカバー戻ってもらって、ラムネウさんが起こしに来てもらって、俺。そうそう、ずっと回復ステーション壊れた。よいしょー、ありがとうございます。もうあんなやつボコボコにしたんねん。あと一人やからな。俺がもうボコボコにしたんねん、もう。出てけえへんよ、だってことは。任せ任せ。よいしょ。そのために俺は前に詰めとるわけよ。いけ。はい、死んだ。け、余裕やな。俺はタレドロでいいですか、とりあえず。はい、僕、じゃあ、やりますね。ハイブマン。はい、スピンだ。3人やったらどうなんやろうね。うん、ちょっとタレット置きますね、まず。ラメおじさんは、僕がタレット置いてるとこがあるんですけど、ここに。はい。これ、こっち側から、同じあの扉から敵出てくるんで、あの扉 を狙えるようなところに置いていただいて、あと下がる。OK、はい、OK です。 OK じゃないけど OK です。開けますよ。はいよ。本当にね、こっちに下がった方がいいと、入り口の方に。ダムネオさん、あいつらは火力強いから 2,3 発食らったら死んじゃうんですよ、俺たち。出てくる。あ、来た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 。もういて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 、まあ、とっくんとっくんいてます、俺の。俺のハートはとっくんとっくん。お前や。うおーい、おーい、タンク来た。あ、死んだ。あ、死んだ。ちょ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 、逃げといて、逃げといて。ちょ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 、逃げといて。いや、戦車。うわ、やべ。逃げて逃げて逃げ
て逃げて逃げて逃げて、一応垂れといたけど右側にいるな。うわあーやべえ、バレたー。ああ死んだ。そう、歩いてきて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 、はい、ありがとうございます。あと3やね、3。はい、紫やりました。はい、村田終わりました。はい、終わり。ふぅ、ギリギリやな。これもすぐ敵が来るんで、はい、いろいろ装備を整えてから行きましょう。でドアを1箇所だけ開けます、はい、開けます、はい、はい、和手は設置完了。設置不完了。気をつけて、一発で殺されるよって。一発で殺されるさかい。いけドローン。いやーいいよドローン。いいよドローン。オッケー。おい、ブラックタスクのエリート部隊解除ステージ4。75分の65です。こっち側のドア開けたらどうなるの？どっち？こっち側のドア。そっち側のドア開けたらそっちからも敵出てくるから対処できなくなります。ちょっと魅力的やね。ここの扉開けたくなってくるぜ。開けたなってくるよね、そこね。そこ開けたらもうちょっと攻撃しやすいんちゃうかと思ってくる。しびれタレット置いとく。パンターなんちゃら？うん、これ大丈夫だと思う。開けた。はは、こうなってんのか。すごい、すごい端っこにおるやつ今狙ってるな。あ、あと2人。3人だ。あ、2人だ。あと3、4人か。でもあれかも、ステーションとかも入ってるかも。ああそうか、うん、オッケー。あとそこのアサルトだけ。オッケー、オッケー。これ終わりでしょ。終わりか。ここは上で戦わないです、ラブナシさん。おい、出ないでください。おい、どうやって戦いますか、ね、最初。最初もう外に置いて帰ろ。ああ屋上っすね。置いた？置いた。あんま出ない、出ないでね。来てるやんか。うん、置いた。これも隠れてバンバン殺してもらいます。これが俺たち、今の俺たちの最善。ここをね。オッケー、ナイス。いいよ。やっちゃおう、やっちゃおう。あのスナイパーやっちゃいたいな。あ、戦車やれる。やった。黄色いのもいたような気がする。黄色戦車。あ、向こう黄色タンクやな。うん。だいたいこたつ一本で。来た。スナイパーや。あ、スナイパーか。OK!よっしゃー、ラストです。ここ置ける。最初どこに置くんやろ、これ。開けてあ、そこの向こうの台帳かな。あー、そうか、うん、いけててんやんな、最初はね。ちょっと、別かな。まあ、何回か行ってみましょう、うん。ここら辺なんか置いてた気がするな、普通に。タレットとか。訓練も。うぃー、出過ぎたー、出過ぎたー、出過ぎたー。何でも出過ぎたらね、ここは。なんでや、なんでしんどんやん。すいません。誰に出そう、あ、前行ってない。
帰ってくれよ。帰ってくれよ。じゃ帰ってこれなあかんで、この階段のここまでは。パラレット投げに行っただけなのに。いやいや、そんな酔いすぎや言うてる。しかんねん。行けるときまで。すいません。ありがとうございます。あ、右から来るかも。これ。たまたまこの間ボスここでやれたから勝てたんだっけ。すぐ右にいる。あ、ここ来ますよ。あ、もう右ちょうど出てきましたね。うん、ここやばいか。これあかんわ、これ。ちょっと様子見に来たらやられたな。やっぱり右から来てましたね。うん。出てたけどこっち来んかったのかな。出てきました。あ、なんや。嘘でしょ。どこ？目の前です。ラムネウさんが起きたら、あこいつ、あ犬だ。あ帰った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 。ラムジー頼むよラムジー。オナさん事務先回復した方がいい。あ死んじゃった。わあ。犬が。コマはこんな感じです。あダメだ。あ撃たれる。無理よ。ここ無理。蹴る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 。あー、いけなかったー。あー、いいね、よしかちこれは、これはあー、これはカチカチはハイブ持ってるからな。右から何やねん、これこれは悪い。後ろか、これは無理か。真っ先にこう、駆け抜けそうな気もするけどね。1番ターゲット取らして。ほら、行きますね。おい、撃たれてる。やばい、今だね。うわ、撃たれた。頑張って。こいつ、さっきからすごい。地獄やろ、地獄。すげえ回復ないもんね。うわ自動回復してもらおうかない。敵開きました、ね、ましたね、今ねいない敵は。オッケー。あーって一人行ってる、気をつけて。我は今地獄で戦ってるよ。どこ地獄ですか。ここ地獄よ、ほんま。勝ちきました。じゃあ行けます。行けます。よし、多分ないと思う。よっしゃ、カチカチコース。オッケー。俺たちは喋らない。うわっ、あ、ミスった。スナイパーどこ行った。あっち、右。すごい離れてたまで行った。狙ってる。これスナイパーさえ気をつけたら。おー、飛びちゃった。うん、撃たれた。パルクールでした。スナイパーやった。やった。うん、あとリチャード。あとリチャードだけ。あ、カメラ蹴った。よっしゃ。死んだ。死ね死ね。オッケー。これでもうクリアです。ふぅー、やっぱこっち来た方が良かったっすね。うん、敵の数変われへんはずやんな、来ても来なくてもね。うん、なんでこんな全然戦いやすさが変わるの。そこまで良かった。あ、多分分かれたから敵の攻撃のあれが分散して。お、赤出てるやん。そう、ビッグホーン。やったー、やったぜ。すごい、やったぜ。ビッグホーン来た。ビッグホーン、やったぜ。こんなに嬉しいことある。すごいやないですか。やったよ、やったよ。ナイスね。ビッグホーンが来るとはね、おじさん思いもよらなかったよ。レジェンダリーしか出ないやつだからね。そう、よっしゃー、これは嬉しいぞ。よし、参りました。イエーイ。さあ、というわけで小西くん、はい、もうそろそろメディアがね
なくなってしまうということで。ということで、今日はラムネおじさんを連れてですね、うん、初めてのレジェンダリーということで、はい、ラムネおじさん自体はね、あのこんなに弾かなきゃダメなんだって言ってましたよね、うん、なんやったらちょっと顔出したらパーンって一発で抜かれるから顔出したらあかんよって言ってるのに、うん、あ、いや、いけるかと思ってあいつらはもう本当に1ミリぐらいの隙間を狙ってくるから、うん、そうよ、当てよるんすよ。一発当たったら死ぬからね、うん、だからなるべくこう隠れながらやらないといけないというね。もうレジェンダリーだけ違うゲームですからね、はい、このゲームはね。そうなんです、僕はあのビッグホーンまで満足してます。お兄さんはビッグホーンという追い求めていたね武器が出ましたんで、一生手に入らんと思ってた武器ですよ、うん、そのレジェンダリーの武器とレイドの武器って、うん、ね、うん、もう今日出たということで、はい、もうやりました、引退です、おめでとうございます。ユイユイユイユーチューバーニャン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 、明日もお仕事頑張ってね、バイバイ。引退ですって言ったのに突っ込まれなかった。引退です